このケースはですね、まあいわゆるバンパーっていうやつですね。周りだけ囲ってね、ここはない、ね、このね、ネクサスというね文字を見せたいあの僕としてはね、ここない方がいいんでね、助かります。素材はね TPU、 このね電源ボタン軽く押しただけでつくんで、これはいいっすね。軽あほんちょっとでいいんで、おいいかも。音量は若干力いる感じですね。まあ、ここが空いてるってことは、ここにバンカーリングね、つけれますからね。バンカーリングつけたい派の僕にはいいですね。ここに穴が空いてるんですけど、これ多分ストラップホールですね。USB のところもちゃんと空いてると。ここね、若干こう出てるんで、こう置いても画面が直接下に当たらないようになってますね。机とかに置いても大丈夫ですね。このカメラ出っ張ってるんですけどね、ネックスワイプって、まあ、それもねカメラの出っ張りよりもこっちのバンパーの方が出てるんで、机にまっすぐ置けます。これはなかなか気に入りましたよ僕は。バンパーいいですね、バンパー。はい、本日はまた出た、読めないあのメーカーですよ。 GMYLE と書く、これ作ってるところはあのメーカーですの柔らかいゴムプラスチック TPU柔軟な保護ハードバンパーケース Google Nexus 5専用のご紹介でした。あ、これは僕好きですよ。黄色も好きなんでね、これは結構多用するかもしれませんね。まあ、よかったら皆さんもチェックしてみてはいかがでございましょうか。それではさようなら。